どういうことでしょうか。よくわからないんですけど、仮に私が歌手になって一体どんな歌を歌えば。誰でも不安はあるけど心配はいらない。すでに素晴らしい曲があなたを待ってるわ。どういうこと。あなたはね、今日から異世界の住人になるのよ。異世界の住人。そう、とても特別な翼を持ったね。異世界、どうしよう、こんなことになって。はっきり言えよ。ほら、つまり俺は用済みってことか。そうなんだ。俺だってやりたくねえよ。でもメジャーデビューのチャンスなんだぜ。乗らない手はないだろ。お前らにはプライドってもんはねえのかよ。とにかく落ち着けよお前ら。おい、カズシも黙ってないで何とか言ってやれよ。これが落ち着いてられるか。今まで一緒にやってきた仲間じゃねえか。その俺を裏切るっていうのかよ。あのさ、ブラックラッツのライブ見てきたけど、よかったよ。おい、カズシ、今はよそのバンドの話してんじゃないぜ。あのバンドってさ、ボーカルのヨシキだけで持ってると思ったけど、メンバーが入れ替わるたびにサウンドが良くなっていくんだ。何が言いたいんだよ。変わっていくことも成長につながっているんじゃないかな。じゃあ俺たちソラリスも同じだってのかよ。あのさ、中井のことだからもう L2 プロには OK しちまったんだろ。マジかよ。おいおい、坂崎には悪いけど、俺はいい加減インディーズやってることに疲れたんだよ。手っ取り早くプロになって稼ぎたいんだ。それで俺に犠牲者になれってか。そういえば俺たちさ、これまでずっとバイトして金を作ってさ、それでライブやって CD 作ってさ、めちゃくちゃ頑張ってるけど、その割には全然金にならないもんな。中井の言うこともわかるよ。ソラリスのファンは坂崎目当てが多いんだから、ソロだって十分やっていけると思うぜ。言いたくねえけど、金に余裕あんのお前だけじゃん。よくわかったよ。最後にはみんな金かよ。勝手にしろ。トライアングルアネーム。心に響く音楽とは何か、音楽の素晴らしさ、無限の可能性とは何かを追求するため、私たちリトルラバーズプロダクションは彼女蓼科あかりのデビューを皆様にご報告いたします。私たちはこの蓼科あかりを日本のマーケットのみならず全世界に向けて発信していきます。そしてそれをバックアップするメンバーですが、インディーズで絶大な人気を誇るバンドソラリスのメンバーが受け持ちます。ほう、 L2 プロさんもいいところ拾ってきたね。そして全てのサウンドをクリエイトしプロデュースするアーティストとして、どうしよう、なんだか怖そうな人。マサルか。お疲れ様です。ありがとう。でも少しコーラス外れてたわよ。すいません、この子まだ新人でかすみさんのコーラスやるって聞いて舞い上がっちゃってて。私かすみさんに憧れてこの世界に入って、その以後気をつけますので。そう、これからもっとたくさん経験を積むのよ。頑張ってね。ありがとうございます。かすみさん、凱旋3番にお電話入ってます。はい、そう、上層部でも相当困惑してるみたいで
よ。何言ってるの、あのマサルさんが選んだ歌手なのよ。ただの新人であるはずがないわ。それではこれからそちらへお迎えに上がりますので。分かった、マサルさんがまたこの世界へ戻ってきてくれた。私も負けていられないわね。歌手？あなたが？何を言うの？そんなのできるわけないでしょ。そんなのやってみなくちゃわからないじゃない。昨日いらした佐久間さん、責任持って面倒見てくれるって言ったけど、心配だわ。大丈夫よ、私もう子供じゃないわ。何言ってるの、まだまだ子供だわ。それにあかりがいなくなったら、お母さんこの広い家で一人ぼっちよ。それでもあなた平気なの？お願いお母さん、このお仕事してればきっとお父さんも私に気がついて帰ってきてくれるわ。それにお父さんがきっと私が歌うことを喜んでくれると思う。ごめんなさいお母さん、でもね、私がテレビに出るようになれば絶対お父さんは気づいてくれる。そうすれば昔みたいにみんなで暮らせるようになるわ。始まった。佐久間さんのマンションに引っ越して学校も変わった。芸能科というところに転入したの。デビューが決まって音楽界のいろんな人たちとも出会った。平凡だった私の生活が一気に変わってしまった。佐久間さんの言う通り異世界に来てしまったみたい。何もかも驚くことばかりだけど、私はまだこの環境に溶け込めないでいる。でもたった一つだけありのままの自分でいられる場所を見つけたわ。それはスタジオ。スタジオで音楽に触れている時間だけ私は私でいられるみたい。でも本当は怖いの。何もかもがわからないことばかりで不安なのよ。トライアングルアネーム。やっぱりただものじゃない。少し発声法を教えただけなのに音域がぐんと広がった。それにこの力強い歌声、なんて素敵なの。この子ならどんな歌でも歌いこなすことができるわ。ですか？似合いすぎだわ。ひどい佐久間さん。難しいな。ひどい、みんな面白がって。あかりちゃん、そこからバックステップすると。言ってるそばから。大丈夫、怪我はない。
ステージの広さに合わせてステップの数も調節しないと危ないよ。ありがとう、和志さん。不気味ね。何寝ながら笑ってんのかしら。トライアングルアネーム。ボーカルの坂崎くん辞めちゃってソラビス解散したんだよね。この子のボーカルで続けるのかしら。知らないで来たの？ソラビスの3人がこの子のバックをやるんだってさ。参ったぜ、なんて子だ。俺たちの曲をこうまで簡単に歌っちまうなんて前言撤回だ。この子本当にライブ初めてなのか。でもソラリスの曲に女の子ボーカルってのもいいけど、この子のデビュー曲って一体どんな歌なのかしらね。よし、客も乗ってる。場にさえ慣れてしまえばもう問題ないわ。初めてにしてはよくやってるけど、あの振りはなんとかしなきゃ。あれでも随分とマシにはなったのよ。どうもダンスはダメみたいね。予想以上の完成度だ。これはいけるぞ。マジ参ったよ、あかりちゃんにはさ。ほんと、お見それいたしました。そんな中井さん、褒めすぎですよ、それ。たく、大げさなんだよ。んだよ、じゃあお前は気に入らなかったのかよ。実はどうなんだ。あ、うん、ママかな。何がママだ。村野があんな顔するなんて、相当気に入ってる。喜んでいいよ。カズシ、余計なこと言ってんじゃねえよ。ほらね。でもマジ、お世辞じゃないぜ。あの曲をリハだけでやっつけちまったもんな。だって曲聴いたの昨日だろ。ええ、昨日ナオコさんからデビュー用の曲からソラリスの曲に変えようって言われて、自信なかったですけど。この曲は坂崎のボーカル前提に俺とカズシで作ったのに、こう簡単にかまされちゃうな。ああ、俺もあれを女性ボーカルでなんて考えもしなかった。やっぱ才能あるんだな。そんな、私。これでメンバーとして認めてもらえるでしょうか。何言ってんだよ今更。そうそう、認めるも何も君のボーカルあっての俺たちなんだよ。もっと自信持っていいぜ。あんたはイケてるって。皆さん、ありがとうございます。いい感じ。まずまずの滑り出しね。佐久間さん、これもトラックに乗せちゃっていいんですか。はい、ちょっと待って。おっせーな、カズシ、もう置いていくぞ。どうしたんだろう。また佐久間のおばさんに捕まってんじゃないの。あいつヤサ男だけどさ、実は女の子苦手なんだぜ。わあ、バラしてやんの。いいって、このくらい。ライブ前に女の子に囲まれようものならその日は使い物になんねえし。へえ、そうなんですか。ほんとほんと、あいつが楽しそうに話す女の子って言ったら奴の妹ぐらいしか知らねえよ。妹さんがいるんですか。でも俺もう一人知ってるぜ。おいおい、初耳、それ誰。お待たせ。おせえよカズシ。あり、佐久間さんの雑用手伝ってた。なあ村野、誰なんだよ。何の話だカズシ。
遅れた罰として電車で帰れよ。おい、マジかよ。じゃあな、お先。おい、待てよ、エラノ。ちょっと遅れただけなのに、白状な奴らだな。お嬢さん。あ、はい。佐久間って人から電話が入ってるよ。あと1時間待ってほしいって。あ、電話に出ます。じゃあ横の赤電話で取ってください。はい、すいません。ええ、そうなんです。中井さんたち、和志さん置いて先に帰っちゃって。はい、わかりました。先に電車で帰りますね。待ちきれずに先に帰っちゃったのかしら。今のとこ少し柔らかく表現して。はい。あと B メロ4小節目、もっともっと気持ち殺して。はい。お、やってるやってる。違う。すいません。相当気合入ってる様子だな。出来上がりが楽しみだぜ。いや違うな、あれは桐生さん相当じれてるんじゃないかな。だからそこはそうじゃないんだ。もっと詩を理解して。すいません、他にどう歌っていいのか。私、何を言ってるんだ。みんなできるだろう。マサル君、これ以上はもう無理だと思うよ。ナオ君は少し黙っててくれないか。マサル君、あと少し、あと少しなんだ。もう一段階心を開きさえすれば。そうだ、ちょうどいい。この子を連れ出そう。あかり、少し僕と外に出よう。あ、はい。レコーディング中悪いんだが、あかりを僕に預けてくれ。どこかに連れ出すの？彼女の向上心にもう一つの火を入れないとね。火を入れる？ああ、彼女自身に何が足りないのか肌身に感じてもらう。マサル君、あまり手荒なことはしないでよ。付き合い長いのにまだ分かってないんだな、ナオコ。私ならきっと平気だろうけど、あの子はとても脆い部分があるから。分かってる、だからこそさ。おい、あれ、桐生マサルだぜ。後ろの子は誰なんだ？バーガー、この前プレス発表のあった L2 プロの秘密兵器だよ。あ、桐生さん、おはようございます。まただ、通る人ほとんどがマサルさんに挨拶していく。やっぱりすごい人なんだわ。君はこれ以上望むべくもない環境で音楽を習い、高い潜在能力を持っている。しかし、大きく欠落した部分もある。万の言葉を重ねても理解できるわけがない。それは君自身が感じ取れるかどうかだ。言葉で理解せず感じ取る。そう。そしてここに一つの芸術ともいえる完成品がある。完成品ですか？商業ベースで売れるってことがどういうことを意味するのか知ってほしい。そして、おはようございます。おはようございます。御堂かすみだ。テレビで何度も見たことがある。あら、マサルさん、いらしてたの？一体どうして？かすみ、君の歌を聴きに来たんだよ。またマサルさんそんなこと言って、何か裏があるんでしょう。あまりいじめるなよ。ところで、こちらの方、例の子よね？ああ、まだデビュー前だけど、かすみのライバルになる立品あかりだ。そんな、ライバルだなんて、御堂さんに誤解されます。御堂さんだなんて、かすみでいいわ。はじめまして、立品あかりです。私、まだとても下手で、今日も桐生さんを怒らせてしまって。あら、そうなの？マサルさんがあなたを怒ったの？私が要求通りに歌えないのがいけないんです。私ね、あなたの歌、とても期待してるの。え、そんな期待だなんて。なるほどね、マサルさんの思惑が分かったわ。敵情視察を兼ねてあなたに。かすみ。マサルさん、
あ、いや、君の歌を楽しみにしてる。いいわ、ご期待通りに歌ってあげる。でも、この子に理解できるかしら。堂々11週連続で1位をキープ。女王の貫禄で他を寄せ付けない圧倒的な存在感をアピールしています。御堂かすみで Don't know what to do anymore。 これが君の超えるべき存在、現在の歌姫と称される御堂かすみのステージだ。すごい、なぜ歌が耳じゃなく胸に聞こえるの。トライアングルアネーム。